今日召し上がっていただきます。はい、そば飯ということになりました。オッケーです。オッケーです。オッケーです。おかしいね。おお。結構いいね。美味しそうですね。うん。これを。かませて。一緒に行きますか。味付けも、うん、あのそんな濃すぎるわけじゃなく、うん、でもしっかり味があって、はい、うん、ちょうどいい、いける、食べやすいし、食べやすい、しっかり、僕たち頑張りますんで、しかしスタジアムまで足運んでもらって、そしてこれ食べてもらって、そば飯、廣永選手の味噌ラーメンにより絶対負けたくないんで、ぜひ買ってください。あと応援もよろしくお願いします。よし、一斉よドン。いや、いいっすね。どうですか、テンション上がります。上がりますか。はい、僕北海道出身じゃないんですけど、はい、両親が北海道出身で、はいはい、もう親戚とかもみんな北海道にいて、もう味噌ラーメンは大好きです。じゃあまずスープからいただきます。どうぞ。ああ、いいっすね。はい、いい感じに味噌が効いてます。嬉しくなるね。はい、うん、うん、美味しいです。おお、うん、お肉もでかいですね。具材もいいですね。はい、こんだけたくさん入っててお腹いっぱいになります。はい、ちょうどねこの日は同じ日販売が茶島選手の同じように連携、はい、そば飯、そば飯ですか。はい、味噌ラーメンの方がいいですね。皆さん食べてください。この美味しい味噌ラーメンを食べて一緒に戦いましょう。よろしくお願いします。